皆さんこんばんは。静岡県立大学グローバル地域センターの西田でございます。今年度第3回の静岡県立大学ジャーナリズム公開講座を行います。お手元の出席表はお帰りの際に受付の者にお渡しください。今夜は元航空自衛隊空将の折田邦夫先生に東シナ海の平和を守るため必要なこと、今東シナ海で何が起きているのかというテーマでご講義と質疑応答をしていただきます。折田先生は昭和27年1952年まで兵庫県ご出身で、昭和40年1974年に防衛大学校を卒業、航空自衛隊に入隊されました。 F4 ファントムという戦闘機のパイロットになり、戦闘機部隊の隊長や大きな部隊の指令をされました。その間に当時導入が始まった F15 戦闘機のパイロットの資格も取られました。アメリカの空軍大学とスタンフォード大学に留学された後、戦闘機部隊全部の音を計画する航空総隊や航空自衛隊全体の計画をする航空幕僚監部に勤務されました。そしてイラクへ派遣された輸送機部隊、これは C-130 というプロペラのようなつある輸送機がクウェートとバグダッドの間を飛んでいたわけですが、この部隊をこの部隊の最高責任者でもいらっしゃいました。2009年に航空自衛隊を退職を、今は東洋学園大学で講師をされ、また国営検討専門知識に基づいて日本の安全と平和について発言提言されています。それでは折田先生、よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。ご紹介いただきました折田でございます。今日はこういう、機会をいただきました、非常に光栄に存じております。今日は東シナ海の平和を守るために必要なことということで、まあ、平和といってもいろいろあるんですね。ただの平和であれば、まあ、今中国と、尖閣を領土係争しているわけですが、もう譲ってしまえという人もいるわけですね。譲ってしまえばなるほど平和になる。いや、しかしながらもう戦争で片をつけるというやり方もあるんですね。私はやはりステータスクォ、つまり現状を戦わずに維持する、そういう平和を獲得するためにはどうしたらいいかということで、まあ、私の経験上ですね、いろんな観点から、現場の観点から考えたことを今日お話したいというふうに思います。はい、ありがとう。その前にですね、私は空軍大学に、留学していた時に、マイケル・マウゾレ、バズ・マウゾレという、人と同級生だったんですね。で、マイケル・マウゾレは空軍参謀長になりました。ロバート・ゲイツの時に更迭されちゃうんですが、彼とですね、この間4月に飲んだ時に彼が言ってるのが非常に印象的だったんです。それを紹介します。ちょうど上野公園で花見やってるんですね。でいつもそうなんですが、この車座でですね、お酒飲んでるんですよ。非常にアメリカ人からしたらキーに感じるそうなんですね。何かというと、下界に背を向けてですね、内輪に通じる議論だけをしていると。で、この時何があったか、まあ中国は領有権を、尖閣の領有権を主張してですね、沖縄の領有権まで主張しているというような状況、あるいは北朝鮮はミサイルをどんどん撃つ、あるいは、アメリカはシリアに対してですね、サリンを使ったということで、空爆をしている、北朝鮮のミサイルはだんだん技術を向上してロフテッド発射なんかもやってる、そういうのでアメリカはですね、戦略的忍耐は失敗した、力による和平だなんて言ってるというのに、そんなこと知ったことかと、
籠池だやれ 森友学園だ豊洲だ、京坊材だ、かけだ、かけだと、かけとか森とかなんか蕎麦屋みたいなんですが、でやれ忖度だとか、これはアメリカ人にはさっぱりわからないんですね、聞いてると。で、バズ・モズレーはですね、沖縄に6年間タイの時に、中医からタイですね、その時私と、私は小松にいて、一緒に飛んだ中なんですが、本当に、あ、なるほどと彼が言うにはですね、あ、そういうふうに見るんだと。で、ふと思い出したのが、あの、ジョン・フォスター・ダレスがですね、日本が講和を結ぶ時に、講和の条件を議論するために日本に来た時、まあ、外では朝鮮戦争が起こっていると、冷戦が大変だという時に、全く日本は耳を貸さなかったと、周辺情勢に目をつむりまるで不思議な国のある人だということ有名な言葉を残すんですが、あ、そういや全く変わってないなというふうに、思った次第です。で、まあ、あの本題に入りましてですね、いかに戦争を起こさないかということでは、2月に行われた日米首脳会談というのは非常に私は良かったと思いますね。外交の 勝利だと。つまりトランプ政権がドタバタしている間にですね、日米共同声明初めて文章化したんですね。それは、尖閣が日米共同日米安保条約の5条の対象である。つまり5条の対象というのは、まあ、後ほど言いますが、要は日米共同で対応するよと、軍事的な、侵攻があったら対応するよということですね。で、その前に、まあ、オバマが訪日したときに口頭では言ってですね、施政下にある領域というのは安保5条に対応だと、で尖閣もその中に含まれるということをオバマが初めて言ったわけですね。1996年にモンデール大使の時にですね、尖閣は日米共同の対応の対象かと言ったら彼は何も言わなかったんですね。したら石原慎太郎が怒っちゃってですね、これ抗議したらモンデールは、更迭されちゃいましたよ、ね。まあ、あの今回については、そういう意味で日米共同声明に初めて文章化された。やっぱり中国というのはアメリカとはことを構えたくないんですね。だから軍事的ないわゆる衝突が絶対負けると思ってますから、アメリカが軍事的に対応するぞと言ったらそれは絶対出てこないんです。で、5条、日米安保のですね、安保条約5条というのはここに書いてます。これ前段後段とありましたね、日本の施政下にある領域に対する攻撃、これを対象にするんですね。で、後段についてはじゃあそれが、脅威であることということを認めたらそれぞれの憲法あるいは規定に従って参戦するよと、こういう話ですね。だから自動参戦ではないんです、日米同盟はですね。ここはあのよく押さえておかないといけない。中国と北朝鮮は、その朝中中朝同盟を結んでます。これは自動参戦なんですね。今習近平嫌がってますけど、破棄するぞなんていうことを言ってるみたいですが、自動参戦と、自動参戦ではない、ここを考えておかないと。だから日米安保条約5条の対象だって言ったら喜んでる場合じゃないんですね。別にそれをですね、メディアの異常なはしゃぎ、これは私びっくりしましたですね。ま、あのマティスが来た時に、安倍さんと会った時に問わず語りで彼は言うわけですね、5条の対応だ。そしたらなんとですね、私は7時のニュースを見てて、ニュース速報を出すんですね。 NHK がニュース速報を出す、このなんというか非常識さというのは意外と分かってない。いかにこういうメディアが騒ぐか、これによって日本の立場を著しく、貶めていることに気がつかないんですね。だからこういうことを流すということはですね、じゃあ政権が変わるためにこういう大騒ぎをするんですか。これまさにやったー、アメリカさんが言ってくれた万歳、これをこういうメディアのはしゃぎぶりをですね、ある、この左翼の人ですがテレビで言ってました。所領安堵された御家人のような、まさにそんな感じでも属国根性丸出しということ
忘れてはませんかと、日本の領土領空領海を守るのは日本人なんですね。しかも、1969年にアメリカはですね、まあ、ベトナム戦争の泥沼に入るときに、まあニクソンドクトリン、ニクソンは撤退したってしょうがなかったんですが、ニクソンドクトリンって出してるんですね。つまり同盟を結んでコミットメントを維持するよって、しかしながら自分の国を守るのはお前だろ、当事者ですよっていうことを言ってるんですが、これを忘れてんじゃないか。本当にそのこのメディアのはしゃぎぶりによってですね、いかに日本の立場を弱くしているかというのに気がつかない、このセンスに私は驚きました。でマチスは帰るときに言うんですね、この政権移行期に乗じてつけ込んでくるのを防ぐために訪日したんだと、そのための言葉なんだと、非常に冷静ですね。それで、それ以降ですね、日本はやったやったとアメリカさんが守ってくれるということで全く思考停止なんですね。じゃあ今どういう状況で、しかも中国は今後どう出るか、これで諦めるのか、諦めるわけないわけですね。尖閣はもう革新的利益と言っても、革新的利益というのは軍事力をもってしてもそれは取るぞということを言ってですね、じゃあ次の一手を考える。報道局長は何て言っても、日米は原稿を包み誤った言論を発表するのをやめろと、日本、中国固有の領土だと、主権と保全、領土保全を守る意思と決意は揺るがない、で日本側がアメリカを引き寄せて領土主張に裏掛けさせるというのは反対だと、まあ明確に言ってるわけですね。で五条大将で五条大将発言で思考停止に陥っている場合じゃないわけですね。じゃあ今後中国がどのように出てきて、どのように対応すれば戦争にならないのかというのを考えなきゃいけないのにもかかわらずですね。で、先ほど言いましたように中国はアメリカと事を兼ねるとやりません。中国も頭いいですから必ず負けます。ですから中国に、いや米軍に介入させない戦力を考えるんですね。一つはやっぱり孫子の国ですから、謀略戦、これを私は熟知戦略と呼んでおります。三戦というのがあります。 3 type of war と言いまして、世論戦、法律戦、心理戦ですね。これでもって、熟した滝が落ちるように、取っていく。これはもう面々と続いてるんですが、ほとんどの日本人が知らない、もちろんメディアは知らないから報道しないんですけど、あと軍事的に尖閣を取ろうとすると、それは五条の対応だって明確に言っちゃったわけですね、アメリカが。だからそれは衝突しちゃうよね。だから非軍事手段、あるいは準軍事的作戦をやっていく。でちょっとずつちょっとずつ実行支配を取っていく。これをサラミスライス戦略という。サラミというのはですね、一個バッと盗むと分かっちゃいますよね。それを薄く言ったのをちょっとずつ食べてると、いつの間にかなくなってる。だからこれサラミスライシングストラテジーというんですが、まあ、これで実効支配を取っていくということです。じゃあその前に中国はどういう国なんだろうというのをよく考えなきゃいけないんですが、私はスタンフォードに留学してる時にですね、天安門事件で亡命した有名なロケット科学者のフォアニーという人が、准教授でいまして、すごい面倒を見てくれたんです。フワディは今中国の刑務所に入ってます。逮捕されちゃってですね。で、彼にお世話になりましてね、酒飲んだ時に彼に聞いたことがあるんです。中国ってどういう国だと、そしたら彼がもう二つ返事で言います。二人のカールを愛する国だと。カールというのは何とか言いますと、カール・フォン・クラズビッツとカール・マルクスなんですね。カール・マルクスはよくもご存知ですね、共産党宣言とか。カール・フォン・クラズビッツというのはカール・マルクスにも影響を与えているんですが、戦争論と書いている、古典的な名著ですね。戦争とはというのを、他の手段を持ってする政治の延長だということを言ってるんですが、いまだにこのカール・フォン・クラズビッツというのは有名な人です。つまり両方に共通しているのは力の信奉者なんですね。だから、戦争がとどまるときは両者の武力が均衡したときだけだ、平和というのは戦艦機なんだという意識を持っている。で、戦争は血を流す外交、外交というのは血を流さない戦争なんだと。だから
からこそ一番いいのは戦わずして勝つ、戦孫子ですね、不戦苦敵、そのためには三戦、心理戦、世論戦、法律戦でもって勝つんだということです。で、流血を覚悟して初めて流血なき勝利が得られるということも言ってるんですね。これはまさに二人のカールを愛する国なんです。で、鄧小平が、言ってました。鄧公楊解、鄧公楊解というのはですね、外交というのはすべからく頭を低くして手もみをしながら下手に出てやるもんだ。鄧小平の時は実力がなかったんですね。実力がない時は下手に出て、屈辱に対実力を隠し時を待つということで、鄧小平が田中角栄と交渉した時に、田中角栄が言わなくてもいいのに尖閣はどうしますかって言ったら、彼はそれは今判断したくない、後世の若い人たちに任せようじゃないかということを言ったんですね。で、田中角栄はそれに対して返事はしてないんですね。返事はしてないけれども、中国は返事をした、アグリーしたと思ってる節があって、中国はあの時に尖閣は棚上げしたじゃないか、なんで国有化するんだということで、あれから大変なことになってるわけです。で、元に戻して、力の信奉者毛沢東言ってます。16文字熟語でですね、敵が進めば我は後退する、敵がとどまれば我はこれを攪乱する、敵が疲れれば我はこれを撃つ、敵が逃げれば追いかける、まさにそうなんですね。で、中国が力を持ってきました。経済についても、2010年については、2010年は日本を抜いて GDP が世界2位、2014年には名目 GDP は日本の2倍になりました。2020年にはアメリカを抜くんではないかという経済学者もいますね。で、それに伴って軍拡を28年間2桁の伸びですね。ですから1989年からしますと44倍に膨れ上がった。この10年をとっても 3.4 倍から 3.5 倍ぐらいですね。で、2桁の伸びは最近経済がこう落ちてきましたので、去年の2016年は 7.1% ですが、それでもすごいですよね。日本なんて 1% いかないんです。で、鄧公楊解というのは力をつけてきましたので、今習近平は積極優秀策位、外交は下手に出てというのからですね、力をつけたんだから積極的に出るところに出て取るものを取ってこいということです。積極優秀策位で、中国というのはやはり二人のカードの愛する国ですね。平和を希求する国家だと自己定義するわけですね。しかしながら、自らが定義する平和という目的のためには戦争も厭わない、朝鮮戦争以来11回の軍事力の行使をやっています。ですから力の空白を作りますとね、必ず、軍事力が出る。だから力の空白を作らないというのが平和を保つ一つの方法なんですね。で、最近米中首脳会談がありました。米中首脳会談でですね、トランプがその時にちょうどシリアの空爆をやりましたですね。で、デザート食ってる最中に今59発撃ち込んだからと、だから習近平は、沈黙の後、子供がサリンでやられるのはしょうがないかみたいなことを言ったというのが記事に残ってますが、それ以降北朝鮮については中国が影響力を持つんだから中国がしっかり主導してやってくれよということで、話がついたかのように言ってます。で、ある、中国人学者はですね、これをコペルニクス的、転換だというふうに言われてます。なるほどですね、環球時報でもレッドラインを提示したということを書いてます、核実験やったらレッドラインだと。だからその時は中国から原油を止めると、本当に止めると。だから北朝鮮もかなり反発しましたですね。中国を名指しで非難するというのは今までなかったんですが、非難するようになりました。しかしながらですね、信奉者ですから、やっぱり中国もアメリカの足元を見てですね、トランプはもう長くないというふうに多分思ってると思うんです。ロシアンゲート、私も長く持たないんじゃないかと心配するんですが、本
と長く持たない、あるいはアメリカがしっかり迫らもらわないと困るんですね、世界は。で、最近だんだんこわもてになってきました。やはり、足元を見てんじゃないかと思います。5月15日の習近平とフィリピンのドテルテ会談、ドテルテはスカボロ干渉は私たちのものだ、海底油田を採掘しようと思うと言ったら戦争になるぞというふうに言っている。で、5月17日はアメリカの飛行機に対して異常接近やってですね。で、1週間後にはまたやったんです。これはどういう意味かという言いますと、確信犯だということです。アメリカの飛行機に対して異常接近やります。それは2つあるわけです。パイロットが色気を出して、こうちょっと悪さをしたというのと、政府として、それ政府の命令としてやってるということですね。で、もしパイロットが、私のパイロットですから、もっとよくわかるんですよ。ちょっとチャチャを入れてやろう。それをやってですね、ニュースになりますと、必ず習近平まで上がるんですね。その時に習近平の意図では、何やってんだお前らは、怒られるんです。で、1回で絶対ないんですね。その1週間後にあるということは、もうそれは確信犯だということです。で、まあ、トランプ政権初の5月24日に、南シナ海での航行の自由作戦がありました。で、オバマの時、あとでまあ目立た位置を見せますが、オバマの時もやりましたが、あれは航行の自由作戦というよりもむしろ国際法に基づく、自由、その無害通行やったんですね。無害通行で全然意味ないわけです。無害通行というのは領海の中をですね、ただまっすぐ突っ切るとか、演習なんかやらない。今回は演習やってるんですね。だからまあトランプとしては、私はメッセージとしてはいいメッセージだと思うんですが、シャングリア街道6月にありました。この時にもアメリカが強く出てます。アメリカというのはマティスが強く出てます。南シナ海の人工島における武器とか、軍事施設は許さない、しかしながら利益が重なるところで中国との協力を最大限に求める。これは北朝鮮のことです。北朝鮮はもう手詰まりなんですね。アメリカはどうしようもない、中国しっかりやってくれよ。アメリカはやっぱり北朝鮮の ICBM がですね、核を載せた ICBM が本土に届くというのはアメリカにとってレッドラインなんですね。許せない。しかしながらそれを今攻撃すると、リージョナル、メジャーリージョナルコンフリクトなんですよ。大戦争になってしまう。そうすると、ひどい災害になるということで言って、まあ、中国にも全面的にこう頼まざるを得ない。だからちょっと弱いところがあるわけですね。だから、トランプ政権初の、航行の自由作戦やりました。ミサイルの、ミサイル駆逐艦のスターレットやった後にですね、なんと、6月15日に炭鉱という港に親善訪問してるんですから。いや、だからこの辺が東南両用を使い分けるマティスの面白いところかなというふうに思います。それでもう一つ、じゃあ中国の伝統的なですね、発想、領土領域に対する発想、これも頭に入れとかなければいけないんですね。一言で言うとですね、力が国境を決めるということなんです。これは戦略的、その領域、というようなことを言ってますが、力が領域を決める。つまりどういうことかと言いますと、中国はもともと中華思想だと思いますね。海秩序、自分が文明の中心であって、遠い政治を南蛮北敵で、距離が離れるに従って野蛮な国だ。そして中国、自分の影響がその同心円状に広がっていく。その影響下にある国は進化の例を取りなさい。そうすると統治権を認めてやるよ。これがいわゆる作法体制ですね。で、それに一旦自分の影響下にあった国については永久に影響下にある。こういう話です。ですから私は貿易交流でですね、一茶の時に、中国と、中国のいわゆる大佐ですね、大佐の連中と貿易交流の1回目に行きました。その時にですね、驚くんですね、びっくりするんで、こう酒飲みながら、日本は中国の影響下だろうと、なんで歯向かうんだって言うんですね。
なんで反感、そこにはですね、よくよくよく分かんなかったけれども、調べてみると、やっぱり作法体制、あるいは対秩序の頭があるんですね。だから、その一回影響下に入ったところは、たまたまアヘン戦争以来ですね、その影響の同心円が縮まっちゃって外れてたけれども、今また力を持ってきた。だから、影響下にあった国は、やはり中国のその進化、こういう話ですね。ですから南シナ海については、このナインダッシュラインというので囲まれてるんですね。そこは中国の領域だと言ってるわけです。南シナ海ですね。で、これは2000年前に確立したんだと。たまたまアヘン戦争以降力がなくなっちゃってシュリンクしたけど、今また、その同心円が広がったから、だから、中国のものだというのがこの考え方なんですね。で、国連海洋法条約何言ってんだ、それは2000年前、国連海洋法条約は50年前だろう、こういう話なんですね。これはマガオで言うんですよ。いや、本当に信じてるみたいで、沖縄はそもそも、中国に徴工してたよね、作法体制の下だったよね。だから今はたまたま日本のものになってるけれども中国のものなんだよということを言ってるわけ。じゃあということで、そんなこと言ってたら領域について、領土領域について歴史が優先するなら、イタリアは中国地中海の全域についてですね、領有権主張してもおかしくないよね。なんでかというと、ローマ帝国の時支配してたから。こういう話をしますとね、黙っちゃうんですけど、まあ同じようなバカさ加減なんだね。で、沖縄についてもですね、私は2ヶ月前に沖縄で講演してきましたが、いろいろ聞いてみると、本当にその、メディアが報じない現状というのがあるんですね。先ほど言いましたように、中国というのは孫子の国ですから、謀略戦、参戦、心理戦、山戦、法律戦でもって、熟し、柿が熟して落ちるのを待つという戦略を取っている。で、2013年の5月8日にですね、人民日報を出しました。これはなぜこういうのを出したかというのは、後ほどご説明しますが、沖縄の貴族は未解決だ。もともと琉球は中国のものだということを、人民日報ですから、あれは共産党機関紙ですから、つまり中国の考え方ですね。これを出すんですね。で、翌日にリスポンスした、一番リスポン、強くリスポンスしたのはアメリカなんですね。アメリカ中、沖縄は日本のものだというわけです。そうすると、その翌日、10日にはですね、環球時報が、これはちょっとまずいかな、アドバルーンを上げたら、明確に、アメリカから否定されちゃった。日本は不快感を催したわけですね、官房長官。ただ、不快感を催す。で、環球時報は、琉球国復活に向けた勢力育成していこうということを書いてました。で、その5日後ですよ。どういうつながりがあるか分かりません。琉球民族独立総合研究学会、これは日本ですよ。日本の学者がこう立ち上げたんですね。どういう関係があるのか私は分かりません。去年の5月、北京でですね、琉球沖縄最先端問題国際学術学会というのができました。学術会議ですね。これは本部は北京にある。理事は元上昇、上昇というのは、まあ、私と同じぐらいの階級ですね、中上とか、中上以上。で、参加者は沖縄の西、琉球新報と沖縄タイムズと大学教授、日中のですね。で、ホームページに読んでみると、我々の目的は琉球独立だけではなく、軍事基地を琉球から全部撤去させること、書いてますから。鎧を全然隠さない。で、その7月23日環球時報では、琉球を沖縄と呼ぶべきではない、主権の帰属、つまり沖縄の主権の帰属は認められないということを書いて、でこれは失地回復主義というそうです。つまり漢民族がさっき言ったようにですね、過去に支配した地域については全て中国の領土、たまたま影響力が国がですね、力がなくなって、そのシュリンクしていただけだということですね。
力が国境を決めるというのは戦略的国境論というんだそうですが、まあ、総合国力の増減によって国境が稼働するというのが彼らの考えです。それは私はもう実地に知りました。別にそんなおかしいよねと我々は思いますよね。でも彼らの常識はこういうところにある。それを考えて付き合わなきゃいけない。これはよく分かっているのはやっぱりマティスですね。日本に訪問して帰るときにこういうことで、中国は明王朝時代の作法体制を復活させようとしているが、国際社会のルールにのっとった所作を分からせる必要が、彼が一番分かっているなと私は思いました。やっぱり家に5000冊の蔵書を持って、彼が引っ越しの時はトレーラー3台ですね、本がこう動くそうです、まあ、独身でですね、非常に読書家ですが、よく知ってるな、まあ、孫子の兵法について非常に重んじてます。習近平が訓示でですね、2014年孫子の兵法をもっと学べということを言ってますが、孫子の兵法には、まあ、第12章には洋館編というのがありまして、豪館内館反館士官政官というのがあるんですが、我々気をつけなきゃいけないディスインフォメーションというのは士官、つまり偽情報のルフなんですね。極めて巧妙です。沖縄に行った時にこの話をしたら、もう80代のおばあちゃんが後ですね、もうカンカンに怒って、そうなんですよということを言ってまして、ああ分かってる人はそう分かってるんだなということを思った次第ですが、2012年の9月にですね、こういうのが載るんですね。これはディスインフォメーションの典型的なもの。2012年の9月にですね、6年前に遡って2006年の3月4日に、琉球で住民投票をやったと。その時の結果 75% が琉球の人たち、沖縄の人たちですね、独立を要求してた。で、中国との自主的往来の回復を要求した。残りの 25% が日本への帰属を求めた。独立を要求しなかったが自治に賛成した。6年前のことを覚えてないですね、2012年。これがディスインフォメーション、孫子の言う、士官なんですね。で、これを出した後ですね、2013、先ほどの、5月8日です、人民日報に、沖縄の主権に対して見返り、中国も主張する権利がある、もともと琉球は中国のと言ってですね、非常にこれは巧妙です。で、暴力戦とか参戦というのはほとんど日本ではニュースにもならないし話題にもなりませんが、ボディーブローで聞いてくるんですね。今の沖縄なんか見たらそうだと思います。熟知戦略の本丸は沖縄なんです。沖縄が取れればそれに付随する尖閣なんていうのは、当然落ちてくるわけですね。ですからディスインフォメーション、あらゆる手を尽くしてですね、辺野古移転あるいはオスプレイ、北部訓練場のヘリパート、みんなそうですが、恣意的に作られる琉球対日本政府との対立の構図なんですね。で、つまり被害者対加害者というのを作るんです。だからおばあちゃんは怒るわけです。おばあちゃんはそんなことは昔はなかったということでですね、本当に怒られてました。で、最近言われてる、沖縄の人々は先住民族だ。これも士官なんですね。国連人権、理事会で報告があってですね、これは NGO が、日本の NGO、全く NGO の人たち調べると沖縄の人じゃないんですね。NGO が国連でですね、沖縄の人たち、琉球の人たちは先住民族だ、虐げられる。だから、それは、4回もやってるもんだから、国連の人権、理事会の勧告でですね、沖縄の人々は先住民族と認めよう。文化遺産あるいは伝統的生活様式を保護し、彼らの土地の権利を認めようという勧告が出るんですね。勧告というふうに訳しているのはおかしいの、本当はリコメンデーションなんですが、本当にその孫子の兵法のいわゆるやり方でですね、やはり沖縄が独立するべきだっていうふうになると、もうこれは非常に怖いことですね。沖縄の人はもし住民投票で、独立というのを選んだら、一
一番最初に多分中国は琉球国というのを認めるでしょうね。で認めた後米軍基地がなくなって、それじゃ困るだろう、琉球国防護のために人民解放軍、つまりチベット化すると、チベット化してからが遅いんですね。だから本当に私は危機感を持ってますが、辺野古の運動でもこれ見てください。なんでハングル文字が出てくるんですか、これもそうですね、ハングル文字、これは中国語ですね、どう見ても中国語ですね。なんで外国人が、しかもこれなんか、これはあの尾長市長を熱烈支持する、琉球独立工作機関中国共産党友の会もう本当にあの孫子の中に豪官というのは敵国の民間人を使う、政官というのは敵国にスパイを潜入させる、この通りやってる。これはもうほとんどあの本土では知られていないということですね。で、私は思うに、なんでその外国人活動家をその取り締まれないのかなというふうに思うわけです。これはもう過去にですね、マクリン判決で最高裁まで裁判があって判決があったんですね。つまり外国人の政治活動の自由というのは、政治的意思の決定あるいはその実施に影響を及ぼさない範囲で OK だよということがこれ出てるんです。これはどういう裁判かというと、マクリンというのは1969年はアメリカ人ですね、彼女が日本に来てですね、英語の教師ということで登録して入って1年間いたわけですが、すぐに職業を変えてベヘイレンとあとデモ等に参加してた活動家だったんですね。で、法務大臣は1年経ってビザの延長しなかったということで裁判になったわけです。で最高裁まで来まして、結局法務大臣の処置というのは合法だとして、この外国人の政治活動の自由というものについて最高裁の判断が出てるんですね。だからこの通りやればいいじゃないか、なんで ああいうのを許すんかな、孫子の兵法でやってるのを許すんかなというふうに思うんですが、まず日本人はそういう頭がないということですね。これは間接侵略そのものなんですが、35年間私は直接侵略に備えてパイロットやってましたから、現場の感覚としてはですね、間接侵略というのは非常に敏感なんですが、まあそういうことがあります。と同時にですね、じゃあそのもうちょっと中長期的な、あるいは短期的中長期的な観点から最近の中国の動向をですね、ちょっと深く分析していきたいと思うんですが、中国の動向は2009年ぐらいから明らかにおかしくなりましたですね。しかもここに書いてありますが、2011年には防空識別圏、防空識別空なんですが一方的に、設定して、アメリカのイージス艦なんかに対しても妨害を加えるようになりました。何があったのか、2009年頃から何があったのか、これはですね、やっぱり力の進歩じゃだなということが分かりますね。2008年にオリンピックを成功させました。でリーマンショックからいち早く立ち上がったのは中国で、世界経済を引っ張ったわけですね。で2009年には、東方妖怪から決別したということを言われてます。で2010年には GDP が日本を抜いて世界第2位に力をつけてきた、東方妖怪から積極優秀作為だと、こういう話ですね。で2013年の11月秋ぐらいから、なんでこんなにひどいその国際法違反の連発なんですね。何があったかというと、やっぱり私はですね、2013年の9月、これが一番大きいと思います。オバマがですね、アメリカはもはや世界の警察官ではないという、アメリカ、世界警察官を放棄発言するんですね。私は21世紀というのは、2013年の9月から始まるということを言ってるんですが、こっから世の中変わりましたですね。ロシアのクリミア半島併合ってですか、この半年ですよ。だから2014年の春からですね、もう中国についてはこれです、南シナ海の
もう猛烈猛然としたスピードの埋め立てをやるんですね。これ係争地ですよ、南シナ海の係争地。どれぐらいかと言いますと、18ヶ月でですね、2900エーカーを埋める。2900エーカーってピンとこないでしょ。これはもちろんベトナム、マレーシア、台湾もフィリピンも、自分のところも、その岩をですね埋め立ててるんです。この中国以外の国の埋め立て、しかもそれ40年間かけて埋め立てた広さが145エーカーだから、18ヶ月で2900エーカーを埋めるというのは相当なもんですね。今だ、つまり、オバマがもうレームダックの間にということはあるんですよね。で、オバマがもう最終的なフェーズに入って、レームダック、つまりもう彼は世界の平和に関与しない、何をやっても文句言わないということです。で、米中首脳会談でも、埋め立てを中止しろと、国際法違反だということを言うんですが、その時にポロッと、まあ、軍事化を図る意図はないよということを言うんですが、これは後ほど説明します。で、その後も、ここに書いているようなですね、試験飛行とか戦没航行とか空対空ミサイル配備とかやります。で、2016年の3月の米中首脳会談では、だんだんこわもてに出てきます。というのはもうオバマ終わるということは分かってますから、2016年の、選挙を行われますからですね。高校の自由を口実に中国の主権を侵すいかなる行動も容認しないということで、最後の米中首脳会談では、まあその時に、フィリピンとの仲裁裁定、裁判所、仲裁裁判所が判定を下しますが、それは紙くずだということを言うんですね。オバマはそれの、仲裁裁判所の裁定を準しろと言ったら、もう剣もほろろですね。だから、基本的には力の信奉者ですから、相手と交渉するというのは相手の力というものを見てですね。で、これがあの6月6日に出ましたアニュアルレポート、中国に対するですね、中国に関わる、米国防省が、発表する、年次報告ですね。で、南シナ海のこういったところに、その係争地があるわけです。例えば、これミスチーフ干渉ですね。ミスチーフ干渉、これが取られました。オリジナルポストっていうのはこれなんですね。岩礁がここにあったんです。岩というのはいくら埋め立てても島にはならないんですね。しかしながら、これは島だと言ってるんですが、今やもう3000メートル級の滑走路を作ってます。オリジナルアウトポストと言ってますから。オリジナルアウトポスト、どういうところかというと、こういうところなんですね。低潮放置というものもあるんですが、つまり満潮になったら消えてしまう、海の下に沈んでしまう岩、これは低潮放置というんですが、岩というのは満潮になっても残っているというのは岩なんですね。じゃあ岩と島の違いはというのは、人間が住めるかどうかということなんですね。だから、国際社会に対して人は住んでるぞというのを中国がアピールしているわけですが、これはだんだん埋め立てましたね。こういうふうになって、これがアウトポストですね。で、結局、今の海洋法条約上は岩を埋め立てても島にはなりません。で、今回の仲裁裁判所の裁定は、あれは全部岩だということにしちゃったんですね。あれ戦争防止のためでしょう、多分岩だと。だからその岩を埋め立てても島にはならない、島にはならないならなければ、排他的経済水域は生じない。つまりそこに石油があっても掘り出してもあなたのものではありませんよ、こういう話です。で、ファイアリークロスなんかは去年の、
11月の状況ですね。これですよ、岩。これがいつの間にか3000メートル級の滑走路で軍事基地作っちゃったんですね。これすごいですよ。私は小松基地にいましたが、小松基地よりも広いんです。それを18ヶ月で作っちゃうって中国ってすごいなというふうに思います。これはアウトポストですね。でこれがファイアリークロス。これは先ほどなんですね。ここには軍事施設、つまり爆撃機の格納庫とか、例えばこれはエリントコミントのサイトですね。レーダー、格納庫、戦闘機の格納庫等があります。これはジョンソン・リー。これはオリジナルアウトポスト、これですね。岩がここにあって、それを埋め立てて軍事基地にしている。これはヒュージリーフですね。これはスビリーフ、先ほどのですね。スビリーフ、高校の自由作戦をこのところでやったというところです。でこれはウッディーアイランド。アイランド、つまり西沙諸島ですね。パラセイと言われています。これはベトナム、西沙群島の戦いというので、ベトナムが、ここを守備してたんですが、1974年にですね、73年でベトナム戦争はアメリカ撤退しちゃいましたので、そうすると力の空白ができるんですね。で、ベトナムは弱ってる、今だということで、中国が占領した。その時に西沙群島の戦いで、ベトナム人は40名ぐらい亡くなってますけど、これなんかも典型的ですね。昔はこれなんです。こう見てください。埋め立てて、広い敷地作ってます。ここも埋め立てて、今ミサイル基地ですね。で、ここを見てください。ここは浚渫して大型、補給艦なんかが入るようになっています。ここはコマンドポスト。指揮所ですね。これが細部のあれですが、格納庫とか、これが地対空ミサイルの基地ですね。それでいて軍事化しないということをポロッと言っちゃったわけですね。で軍事化しないと言っても本当にもうミサイルを持ってくる戦闘機を配備してるんですが、こういう写真をですね、公開して、ほら見ろと、観光に使っているんだというのが今の中国の状況です。じゃあ、その今後どう出てくるかというのを、我々は考えて、そしてそれに対応することによって、戦争を起こさないようにするということですね。じゃあ、中国がどう出るかというと、先ほど言いましたが、アメリカとはことを構えた。だから、アメリカが五条の対象だって言ったから。これは軍事的侵攻というのは、やらないと私は思います。しかしながら中国は尖閣を革新的利益と呼んでるんですね。で一方で中国は 最優先の課題、コアな国益というのは何か、3つありましたね。1つは共産党一党独裁体制の存続なんです。共産党一党独裁体制が崩れるときは必ずなら彼は中国が戦争してでもこれを抑えようとします。これはもう間違いない。2番目は国内社会秩序の維持、つまり分離独立の排除ですね。だから台湾が独立するともし言ったら戦争になります。必ず戦争になります。で1番2番というのは本当にコアなんですね。これを支えることができるのは3番の経済成長なんですね。で経済成長というのは中国がグローバル経済によって経済成長してますので、彼らが一番恐れるのは経済成長がとどまるような障害というのは避けたい。つまり国際社会で孤立したり制裁を受けたりということは避けようとするんですね。ですから軍事的侵攻は私はないと思います。しかしながらさっき言った戦わずして勝つ、参戦で実効支配を取っていくということ、熟知作戦と同時にサラミスライス戦略でもってちょっとずつ、取っていく。サラミスライスでですね、インドと中国の国境のアクサイチン地方であるんですね。スイスと同じぐらいに出される。これはもう20年かけてちょっとずつちょっとずつ
取っちゃいましたですからね。インドのモディ首相が来て取られちゃって、アクサイチン地方をなんつって言ってますけど、インド同様の国だなと思いますが、あとポーソーというのがあります。これはアメリカが名付けた作戦ですが、パラミリタリーオペレーションショートフォーと言いまして、パラミリタリー準軍事作戦、軍を出さないでですね、実効支配を取る。これは我々が言ってるグレーゾーンなんですね。グレーゾーン、後ほどご説明します。ですから準軍事作戦ですから、海警、こちらでいう海上保安庁、コーストガードを使う。で、人民解放軍を出さないで民兵を使うという方法なんですね。ですからこれをホワイトシップストラテジーとアメリカは名付ける。つまり、コーストガードというのは白いですよね、軍艦って灰色じゃなくて白く塗っても、だからホワイトシップストラテジーで、人民解放軍じゃなくて武装民兵。問題はですね、空なんですよ。私もパイロットだったですから、空は航空警察ってないんですね。最初から軍と軍のガチンコ勝負なんです。だからそれを戦争にならないようにしてどうするかということです。で、今回の年次報告書で、キーワード、うまく表現してるなと思ったんですが、紛争に至らない程度に計算された高圧的手法で中国が出てくる。なかなかうまい表現だなというふうに思います。で、ホワイトシップストラテジーについてお話しますと、海保の船の武器というのは20ミリと30ミリなんですね。で、彼らの海警の船というのは76ミリを持っています。そして今1万2000トン級のヘリコプター大型の警備船を作っています。これ10隻作る予定です。ドイツから10隻分のエンジンを調達済みです。1万2000トンじゃピッピッと来ないでしょ。海保の船、今本当に頑張ってくれてますが、何トンだと思いますか。海保あれ1000トンですね。ヘリコプターを積んでるのが3000トン、一番大きいのが3000トン。だから1万2000トン級、これはもう軍艦にペンキを塗ってる、白いペンキを塗ってるだけと思っている。で、大きな基地を作ってます。一方、海保はというと、尖閣諸島戦時部隊を作りました。漁船との衝突事件の後ですね。12隻で本当にたった600人でですね、本当に涙ぐましい努力で、頑張ってくれてます。これが現状です。で、中国はつまりサラミスライスですから、ちょっとずつちょっとずつ実行し合う。これを332フォーミュラと名付けた人がいます。どういうことかと言います。月3回ですね、3隻が、領海侵犯して2時間居座るわけです。で、出ていく。それが今はですね、3、4人フォーミュラになってたんですね。4隻クリア、月に3回、4隻が入って、領海侵犯して、これは俺のものだ、出ていけって言っても、なんで出ていくんだ、これは俺のところだということですね。で、2時間居座って出ていく。だんだんこれが、大きくなりますと、いつの間にか実効支配を取られるということです。まあ、昨年6月に海軍が接続水域に入った事例がありますが、中国も方針変えたのかなと思ったら、これ1回だけでしたので、まあ、偶発的なところで、昨年の8月、もう多分ですね、今年も多分始まると思いますが、海警、向こうのコーストガードが15隻です。同時、領海侵犯してます。ずっと居座って、2週間です。延べ36隻。海警がいるということは、法執行をやるということですから、法執行をやるということは、自分の領土だということですよね。中国の船が200から300隻入って漁をする、接続水域ですね。ということ、これはどういうことかと言いますと、8月、夏になると漁のシーズンになるんですね。で、中国が、漁船が300隻ぐらい入ってくる、それを守るという役目、つまり法執行してるんです、守る。で、違法な活動、あるいは、公共の治安、治安維持なんかをやってるわけですね。で、片や日本はというと怖くて出れないっていうんですから、沖縄に行ってみますとね、石垣島の漁師なんていうのは、で、しかもいやいや勇敢な人がいて、俺は行くって言ったら海保が止めるっていうんですから、だからいつの間にかね、こうやってもう、その接続水域も領海も
だんだん実効支配が取られているということです。日本の量は出てませんから。で、今年も多分8月同じ問題起こると思いますから、新聞のニュースを見ていただければというふうに思います。で、今年になりまして領海侵入してドローンを使う。なかなかやるなと思いました。で、この間ニュースでは、尖閣周辺の日本の EEZ ですね、排他的経済水域内を割り当てらして、調査しているということ。これが8月の状況ですね。公船が15隻、2週間で36隻、そういう実績をこう積んでいきますと、あと10年も経ったらいつの間にか海保よりも向こうの海警が居座る時間の方が長くなる。それはもう向こうの実行支配だと、こういうふうになるわけですね。で、これはドローンの飛行ですが、海警が4隻、やっぱり4隻入って3、4人フォーメルですね。で、海上保安庁がよく見てたら、個人小型の無人機のドローンを飛ばして、ドローンを飛ばして厄介ですよ。これは私はパイロットだからよくわかります。これに対してスクランブルかけたって言うんですね。 F-15 のレーダーでドローンが見えません。上げてもこれは海保から通報があって上げたんでしょう。じゃあドローンはというと国際法の位置づけがまだ明確ではないと思いますね。だから F-15 のレーダーでも見えないし、国際法上はですね、民間機か軍用機かによって対応が違うわけですね。そのどっちなの？無人機はまだ判例がありませんので、じゃあ法執行しなきゃいけないか、つまり勝手に飛ばすのに対して取り締まれるかというと、50メートル以下のいわゆる人口密集地以外では自由に飛ばせることができるんですね。だから取り締まることもできない。さあ、なかなかこれは法の盲点をついて実効支配を取っていくということです。なかなか考えたら、で、海上民兵、つまり人民解放軍は出さないで民兵を出すと、これ厄介なんですね。軍を出したらそれは戦争になりますから、こちらも自衛隊出さざるを得ない。しかしながら民兵だと、民兵つまりそれは軍人かどうか分かんないですね。で、普通の漁船、漁民が銃を持っているかもしれない。で、民兵の組織ってあるんですね。1985年組織されて今20万人、もっと多分増えてると思いますが、漁業による領有権出張とか、建設資材の運搬支援、サンゴを取りに来ましたですね、小笠原の。あれは民兵ですね。なぜかというと、あそこまで、来る燃料代を出してですね、サンゴを取ってもペイしないんです。それを補助してるから、民兵に対して補助してるんですね。で、有名な活動としては2014年の5月にベトナム沖でですね、中国が石油を無断で、石油の掘削作業を始めました。その時に出たのが、民兵ですね。90隻出動して、ベトナム船なんかと衝突してました。で、民兵の基地にはですね、バナーが貼ってるそうです。君たちは海洋権益を守るために先人の役割を果たして、習近平と書いてるそうです。私は言ったことあります。これは民兵の漁船なんですね。非常に正々と行動をとってるんですね。中国版 GPS にみんな搭載して、編隊を組んでくると。これはアメリカがリリースした写真ですが、民兵が、機雷掃海、機雷の敷設訓練をやってる、中国の民間漁船、これは民兵なんですね。機雷を敷設するんですね。で、中国の憲法の55条には、55条の2項には民兵組織に参加することは公営である義務である。日本国憲法では自衛隊についても書いてないんですが、中国の憲法では民兵について書いてあるんですね。で、それでじゃあその、中国の対応としては軍を出さないで民兵を出してる。で、武力行使じゃないよねということになりますと、日本の法制上ですね、それは非常に厄介なんですね。
有事と平時、それは有事なの平時なのと言ったときに、それは分かんない。それは侵略なのか、あるいは犯罪なのか、防衛なのか、治安なのかということが分かんない。で、日本の法律はですね、国または国に準ずる者が組織的、計画的に攻撃してきたら、それは武力攻撃事態と認定しましょう。で、防衛指導を加齢しましょう。その時点で自衛隊は自衛権を行使できるんですね。それまでは自衛隊というのは警察ですから、出動をしても警察のことしか言えない。で、先ほど言いましたように、一番、蓋然性が高いんですね。起こる可能性が高い。しかしながら、2年前の安保法制ではこれを避けたんですね。で、運用をカバーする。運用でカバーする。つまり、何かあったら、海保と警察で対応するけれども、それで、できない場合、自衛隊を、いわゆる警察犬ということで投入しよう。治安出動とか、会計行動ですね。こういうことでやったんですが、先ほどもずっと説明しておりますように、中国の出方というのはそういう話じゃないんですね。一番グレーゾーンで戦う。で、ちょっとこれ、どのように日本の法制がなっているかというのを見ていただきたいと思います。犯罪から武力攻撃まで侵害の対応っていろいろあるんですね。で、密輸入からなんかなんかで、国際法的にはですね、武力攻撃があった時点で戦時なんですね。それ以外はこれ平時です。平時From peace time to contingency、 有事なんて言ってますが、有事という概念は諸外国にありません。戦時と、国際法上戦時と平時ですね。で、それに対して諸外国については、それは犯罪については警察対応ですよね。しかしながら微妙なところ、攻撃される前でも自衛権の行使をしなきゃいけない事態であるんですね。だから、どこの国でもコーストガードというのは自衛権を行使できる。だから第四の軍隊と言われてますね。アメリカのコーストガードはベトナム戦争にも出ましたし、湾岸戦争にも出てるんですね。自衛権行使できるんです。しかしながら日本はというと、先ほど言ったように厳密にこの区別されてる。自衛隊、自衛隊による対処というのは、これは警察作用。警察作用。だから、警察職務執行法に基づく、順用されてるんですね。で、もちろんこれは警察改革による方針です。問題は、ここなんですね。いわゆるグレーゾーンと言われてますが。で、ここで対応して、要は実効支配を取ろうというのが、ルール説明してきた中国の対応ですね。で、ここについては手をつけなかったんですね。で、我が国、もう一つ、この空白はありますが、相手の国を壊滅的に、要は打撃するような攻撃型空母とか、ICBM とか、そういうものは持たないという、これは憲法上の制度、これはこれでいいとし、ここの空白は何とかしないということですね。で、ここについてですね、今の安保法制の考えは、法律を作らずに何かあったら、先ほど言った治安出動、会計行動でもって警察作用を自衛隊にやらそうというのが今の日本の考えです。私はこれは大きな間違い。自衛隊出しちゃダメなんですね。なんでか、向こうも出してないんですから。向こう民兵で来てるんですよ。会計で来てるんですよ。それは警察と海保で踏ん張るしかない。しかしながら警察と海保はこの任務を与えられてる。つまりここがですね、自衛隊もできない、海軍もできない、警察もできないというところなんですね、問題では。で、法的基盤を整える懇談会では、北岡先生が、こういうふうに書いて、要はこのところについてはですね、国際法上は許される範囲でその中と充実させていく必要がある、つまり法整備できるんだということを言ったわけですが、安倍内閣ではこれやらない。じゃあこれで中国の暴走に対応できるんですかということですね。もう一つですね、ちょっと余計なことかもありませんが、この権限規定ですね、戦時、つまり武力攻撃事態があった場合、国が攻めてきて、それは武力攻撃事態を国会が認定するんですね。そして防衛指導を加齢する。そうすると、自衛隊は軍隊に、その時点でなんですね。それまで警察ですから。
権限規定見てみますと、防衛省は自衛隊の部隊は何とかができるんですね。で、こっちはですね、自衛官はなんです。これ、誰も報道しないんですけど、私はいろんなところで言ってるんですけどね、この間米韓防護ありましたよね。初めて米韓防護。米韓防護の権限で驚くことに、自衛官はですよ。自衛官は自体の法律が合理的に必要と判断された限度で、米韓を守るのにですね、ミサイルを撃つトリガーを引く自衛官はとんでもないですよ。だから司令官はね、責任を負えないんですよ。やれって言っても自衛官トリガーを引いた、つまり警察と一緒ですよ。これは大きなね、欠陥なんですね。しかしながらこうならざるを得ない、何でかというと救助がありますから、こういうことです。で、これ出雲だったんですかね。出雲がこの補給艦を初めて米艦防護する、米艦防護って言っても海上自衛隊の自衛艦で、スイッチを預かってる人大変だろうなと、お前が刑事、訴追受けるぞと、こういう話です。脱線しましたが、じゃあ次の一手と重大な懸念ということで、グレーゾーンでやっぱり攻めてくる、つまりポーソーですね、パラミリタルオペレーションショットを、つまり軍隊を派遣しない、で最も蓋然性が高いんですね。でしかしながら今の日本は発令の迅速化、つまり自衛隊を派遣する発令の迅速化で対応しようとしている。これは私は大きな間違いで、自衛隊の投入は安易に考えすぎる。自衛隊出しちゃダメ、先に出しちゃダメ、口実を与えるだけです。今はまあ海上警備行動、海上保安庁でもう能力を超えたら海上自衛隊を出すと言っても、警察行動ですね。まあ、まさに邪道ですね。自衛隊というのは何と言っても国際的には軍隊なんですね。軍隊はやっぱり最後の手段です。相手より先に出したら口実を与えるだけです、ね。で、出しても警察権で縛られてるんですよ。だから、36条37条、つまり正当防衛、緊急避難に該当する以外は人に危害を与えてはならない。危害を与えないでミサイル撃てますか、とんでもない話で、こういうことをやっちゃダメなんですね。だから警察権行使ですから、法執行の保管、手足を縛って投入すべきではない。何より中国が、日本が先に軍隊を出す、だから人民解放軍を出したというふうになってしまう。だから戦争になっちゃうんですね。それはやっぱり、海保と警察に頑張ってもらうしかない。そのためには海保と警察の、強化を図らなきゃいけない。今海保の任務はこうなってるんですね。ここにつらつら書いてますが、海上の安全と治安の確保、それで事実上領域警備やってるんですね。本当に頭が下がります。これひどいだろうと。こんなことをもし自衛隊がやったら任務以外のことやってるわけですね。領域警備っていうのは一種の防衛ですから。で、なんでこういうふうになってるかというと、海保を作るときにマッカーサーの占領下に作ったんですね。で、9条もあるし、まあ憲法ができる前ですけどね、再軍備と言われたくないということで、あえて、海上保安庁法25条ではですね、軍隊としての活動を認めないんですね。だから軍隊ではないよということをあえて言っている。しかしながら事実上の領域警備をやっているということですね。諸外国の軍隊というのは、コーストガードというのは準軍事組織です。自衛権も平時で発動できるようになっています。だからアメリカも先ほど言いましたように第5軍としての位置づけということですね。ですからやっぱり領域警備をやらそうとしたら、領域警備の任務をしっかり与えてやらなきゃいけないということですね。それで、時間が迫ってきました。じゃあ空はどうなってるかということです。まさに空のグレーゾーンというのは、これはですね、最初から軍と軍のガチンコ勝負なんですね。その問題点は、去年のちょうど6月の末ですね、私がちょっとフェイスブックに書いたら大騒ぎになりました。で、次の日に出たのがこれなんですが、どういうことがあったかと。まあ空で戦闘機と戦闘機が本当に戦闘行動のようなことになったということ、その事実を書いたら大騒ぎになっちゃいました。
で中国の戦闘機がその後ですね、9月25日に宮古海峡の上空を初めて戦闘機が通過しました。宮古海峡ですね、これ初めて、通過しました。どういう意味を持っているかということなんですが、この言葉聞いたことはある方もいると思いますが、第一列島線、第二列島線というのは中国の戦略でありましたね。第一列島線ってこれですね、九州、沖縄、フィリピン、この第一列島線よりも西側については2010年までに内海化する、アメリカを寄せ付けない、アメリカが入っても行動させないんです。 A2AD と言われてます。アンタイアクセスエリアディナル、接近拒否、領域拒否ということですね。で、第二列島線というのは2020年までにこのラインの内、内側を内海にするということで、第一列島線の中については制海権取れた、だから第二列島線に出ていく、こういう意味ですね。で、同じ11月の25日には爆撃機とスホーイ30が出てきました。これ防衛省発表の図なんですが、これは、大切なところが欠けてるんですね。これはどこから来たかと言いますと、バシー海峡を通ってきてるんですね。これ大変なことなんですね。バシー海峡を通ってですね、台湾の東側を戦闘機と爆撃機で通る。台湾はですね、ほとんど防衛というか海峡側向いてるんです。だからこれで一気に蔡英文の支持率が落ちちゃいましたね。こちらの、国防のための備えというのはカラカラなんですね。これは初めて。しかも戦闘機がここまで来てですね、洋上でランデブーした、これは相当な能力つけてきたなという感じがします。で、12月には逆の動きをした。その時に日本が妨害弾を発射したなんていうことを言ってますが、どっちが正しいか分かりません。日本はそれを否定してます。全く逆のコースをですね、こう通ってきたということですね。で、12月25日には遼寧が同じコースを通過した。つまり第一列島線を越えてきたということです。今年の3月については中国軍機13機が宮古海峡を通過して、もうそれ以降平然と第一列島線を越えているという事実があるということですね。で、緊急発進の回数を見て、いただいたら分かりますが、今年、航空自衛隊が始まった最高の1168回、まあ、去年ですね、昨年度です。で、この枠で囲っているのは、ね、主としてソ連ですね。で、赤で囲っているのは主として中国に対する対応です。昔はベレンコの亡命、あるいは沖縄の領空侵犯とかで、冷戦が終わってからどんどんスクランブル回数も少なくなってきました。ソ連が消滅しました。一方で、中国がどんどん出てきたということですね。で、過去最高ということです。で、先ほど、まあ、言いましたように28年間、国防費の2桁の伸びで44倍、この10年でも 3.4 倍ということですね。で、大きな違いはですね、冷戦時代のソ連はほとんどが爆撃機だった。爆撃機を日本の戦闘機がインターセプトする。これは戦闘機圧倒的有利なんですよ。だから蛇に睨まれてカエルみたいな、私も何回もありましたが、それが戦闘機なんですね。で、昔は偵察活動でした。しかしながら、実効支配の争奪というのが主目的なんですね。で、昔はですね、なんだかんだ言いながらソ連のパイロットが洗練されてました。今はもう祖生乱造ですから、何をするか分からない、危なくしようがないということですね。で、ちなみにこの緑のラインは何かと言いますと、私が現役時代にスクランブルについてた時なんですね。昭和49年に防大卒業しました。3年間教育受けて現場部隊でスクランブルについて、平成4年に飛行隊長、飛行隊長は40歳で定年ですから、
40歳で終わった後は21年で辞めるまで、まあ、指揮官とか一番大変な時自分で褒めてやりたい、こういう話ちょっと余計なことでしたが、これもありますよね。ロシアは今でも多いですけど増えたり減ったり、まあ、偵察活動ですとか、中国はもう一方的に増えるのでですね、そのスクランブル海戦の約 73% が中国だということです。これがまああれですね、だんだん尖閣に迫っています。それでですね、何が言いたいか、問題点、法的問題点ですね。領空侵犯と実効支配、航空というのは先ほど言いましたように警察もなければ、海上保安庁もないんですね。最初から、軍隊と軍隊がぶつかり合う。で、じゃあ切れ目のない平時から有事まで切れ目のない対応ができるかということですね。で、領海と領空の違いというのは大きく、ここを覚えておいてください。排他的かつ絶対的な主権を有するんです。だから海の世界はですね、領海は無害通行というのがそこを軍艦通れる、まっすぐ旗を上げて悪いことだ、演習なんかしないということで、しかしながら、空は絶対的ですから、戦闘機が入ってくるとそれは退去させるか強制着陸させるか、それに従わなかったら撃墜しなきゃいけない。それが国際法に定められた手順なんですね。でそれをやってようやく実効支配したという。実効支配してないとそれは施政下にあるとは言わない。施政下にあると言われないと、冒頭やりましたですね、五条の対応じゃないんですよ。安保条約というのは施政下にあるところに攻撃されたら、共同で対応しますよということですから。だからその施政下にない状況、つまり実効支配を取ってしまえば五条対応じゃなくなるでしょう。ですから今、竹島は実効支配は韓国が取ってますよね。あれは固有の領土だって言ってますよね。しかしながら今、占領されてますよね。じゃあ日米共同で対応、アメリカ対応するって絶対言いません。なんでかというと、施政下ないから。北方領土も一緒ですね。そこを中国は狙っているわけです。だから実効支配を、取らさないようにしなきゃいけない。そこで問題はと言いますと、自衛隊法はですね、普通は任務を与えたら権限はどこまでできるというのを与えるんですが、唯一、体力侵犯措置だけ、権限規定がないんですね。これはいろいろ調べてみますとね、要は公海上で、対応するんですから、ほとんどそれは、その法支配の範囲外である。だから国際法に従ってやればいいんだというのが、自衛隊を作った時の解釈なんですが、それ以降自衛隊の解釈というのは、自衛隊法の解釈というのは法律に書いてないことはできない。法律に書いてない場合、1ミリたりとも自衛隊を動かすことができないというのが今の解釈なんですね。だから書いてないことはできない。じゃあそれで大丈夫なんですか。例えばトルコが2014年にシリアのミグ29を撃ち落としました。シリアとトルコは別に戦争状態ではないです。シリアの戦闘機が近づいてきた、警告した、それに従わずに入ってきた、その時点でトルコ軍は撃ち落としてですね、排他的かつ絶対的ですから、別に国際社会で非難されることの当たり前の行動だ。これが実効支配ですね。で、2015年にはロシアの飛行機も撃ち落としました。よくやるなと思いますが、これはアレッポに近いところですね、空爆開始でですね、ここのトルコ領出てるんですよ。別にこれはパイロット泣かせです。地上の線引いてるわけじゃありませんから、ここ飛ぶのに数十秒領空侵犯してたんですね。ここで爆撃するのに、ここがアレッポですね、このここですね。で、あまりに領空侵犯繰り返すものですから、ちゃんとロシアに対しては手順を踏んでます。ロシア大使を呼んで抗議したり、それでも領空侵犯する、 NATO として、今度は NATO としてロシアの領空侵犯を抗議する。でトルコは再度警告する。そうするとロシアはですね、幹部が謝る、すいません、もうやりませんと言ってるうちにやっちゃったんですね。それで撃墜したということで、警告が聞こえなかったなって言ってますが、まあ
あの軍事大国ロシアですから怒りますが、結局は何もやらない。まあ、ロシアが威嚇であるということを詫びを入れて収まってますが、それ以上ないですね。それ以降ロシアは一回も、領空侵犯してませんから、ということは抑止が効いているということですね。じゃあ航空自衛隊の場合言いますと、警察行動なの、自衛行動なの、自衛行動ってないからそんなことできませんよね。これは、警察行動なんです。公共の治安維持ということを言ってます。で、権限規定がない、何を意味するかというと、先ほど言ったように、今はポジティブリストと言われて、規定されたこと以外はできない。だから権限規定がないということはそれ以上何もできない。だから警告射撃をやった、警告射撃って言ってますけど、あれ大きな間違いなんですね。信号射撃、国際法に決まった、国際民間航空条約に、ICAOに決まってるシグナリングブローって言ってね、それを、マスメディアは警告射撃とかどうのこうの言ってますが、それは大きな嘘です。で、最後の撃墜の手段がなくて相手は従ってくれるので、国際慣例は領空侵犯したら、軍用機がしたらそれを退去させる、退去しない、じゃあ強制着陸させる、それに従わない、撃墜するというのが、国際慣例なんですね。これができるの、国際慣例に従い領空を守るって言ってるけど、できるんですか言った時に、実際に非常に難しい。じゃあそれができなかったら実効支配してないことになる。そうするとそれは安保条約という施政下にないことになる。そうするとアメリカは介入できないんです。こういうことになっちゃうね。これはまあ言い方はいいですけど、政府のダブルスタンダードだと現場から見たらそう思ってしまう、仕方ないですね。真のシビリアンコントロールとは言えない。我が国は国会議事はどっちにあるんですか。ある裁判長がですね、論文書いてるんですが、権限規定がないというか、どういうことか、武器を使用してまで領空から退去、あるいは強制着陸させるべき強制的権限を与えないという国会主と返さざるを得ない。つまり国際法に従ってやれなくてもそれはしょうがないということを言ってるんですね。一方で安倍さん、断固して守れる、それはいいですよ、もうどれも規定、国際法および自衛隊法に従い厳正対応、国際法に従ってやってたら、先ほど言ったように自衛官はですから、ページは撃ったら、撃ったパイロットが刑事処分を受ける。このまま裁判官はそれ言ってます、稲田防衛大臣言ってます、官房副長官萩生田さん、自衛隊法、国際法に従い、これはですね、現場からしますと国会主でどっちなの、ダブルスタンドじゃないというふうに思わざるを得ないんですね。これを言うとものすごい嫌がられる、嫌がられるから私が OB として書いてるんです。それでも圧力がかかってきますので、でも本当だからしょうがないんですね。でよく言われるのは、撃墜権限与えたらそんなの戦争になるじゃない、違うんです。私が言ってるのは直ちに撃墜しろということじゃないんですね。撃墜するぞという最後の手段があって、ようやく相手は言うことを聞きますよ、つまり退去あるいは強制着陸に従いますよ。パイロットというのは自由意志で飛んでますから、何を警告されても撃ち落とすことはないよって言うと従うわけないんですね。恐怖が強制力になるわけで、で飛行機というのは船と違って、止めて縄で引っ張ってくるというのはできないですね。でやはりロシアがもう二度と、トルコの領空侵犯しないように、抑止力というのはやっぱ能力と国家意志なんですね。意志、国家意志というのは法律なんですね。だからそこは間違えなきゃ、間違えないようにしなきゃ。それでよく言われる、そんな撃墜権限を現場のパイロットに任すのか、そんなことできない、現場のパイロットに任せなくて私一言も言ってませんよって反論するんです。これはこんな高度な政治判断を任されたらいい迷惑です。これは総理大臣しか決心できない、多分。しかしながら今総理大臣が決心してもできない、それはまずいでしょと。最後の最後の手段として取っておくべきことであって、ということですね。最高指揮官の選択肢というものは狭めるべきではない。それは、やっぱり相手からするとですね、
そこを 見ますからね、言うこと聞かない。そうすると、領空侵犯は誰からもう怠慢もなくされるようになる。そうすると実効支配を取ってると言わない、実効支配を取ってると言わないと、それは施政下にないと日米同盟は働かないと、こういう話です。ということで、もう時間がないので飛ばしていきたいと思いますが、力の信奉者、中国といかに対峙するか、もう戦争しないように対峙するには関与政策しかないんですね。つまり中国が国際法とか国際関連に従うように仕向けていくしかないんですね。それが関与政策、インゲージメントなんですが、インゲージメントが成功するには2つ条件がある。力の信奉者ですから、関与する側が圧倒されないことです。これは日本なんか、一国でできるわけない。アメリカの力が欠かせないんですね。しかしながら、アメリカも世界の警察官を多くしたなんて言ってる。トランプ大統領もそうなんですね。だからこそ、その同じ価値観を有するのは自由と民主主義、人道人権、法の支配といったものを、同じ価値を有するものがスクラム組んで、これ当たるしかないですね。であとは平地、つまり、この関与政策というのは20年、30年かかりますよ。中国を真っ当な国にするなんて。その時に、20年、30年経つ時にいろんなことが起こるでしょう。その時に、戦争のような事態にならないように、あるいは拡大しないように、平地というものを確保しなきゃ、どう転んでも対応していくということ、これに対応できるようにしなきゃいけないことですね。だから、アメリカを巻き込むというのと、同じ価値観を有する自由主義の国でスクラム組んで、そのためには、集団的自衛権というのは欠かせないんです。だから集団的自衛権というのはちょっと限定的にできるようになりましたが、スクラム組むには、その私は集団的自衛権というのを認めなきゃ戦争が起こる、逆にと思います。もう一つ大事なポイントというのは、もう徹底したこう抵抗と国際社会の非難というのに中国が弱いです。だから毅然とした対応と逆に世論戦で訴えるということですね。先ほどもちらっと申しましたが、ベトナムの対応、ベトナムってすごいなと思うんですが、2014年にオイルリグを作って、勝手に自分の庭先で石油を掘り出した。それに対してベトナム力はない。どうした、中国は90隻の民兵の漁船を出した。ベトナムはやっぱり漁船出すんですね。30隻の漁船、何をやったか。それに CNN から NHK から ABC のカメラマンを乗せて、それを放映するんですね。中国の漁船がガンガンぶつかるの、こんな悪い国ですって世論戦を張ったらやめちゃいましたですね。同様に2015年はアメリカ海軍の P-8 という哨戒機を南シナ海上空飛ばしましたね。これ CNN を乗せて、そのレディオのやり取りなんかも世界中に放映しました。こちらは中国海軍出ねえという方が言うんですね。こんな無礼なことやってるということを放映したら、中国というのはすぐやめちゃいました。で、やはり重要なパラメーターというのは、なんといってもですね、アメリカの軍事力というのは世界一ですから、それを抱き込まなきゃいけない。しかしながらアメリカは今内向きです、衰退してます。アメリカファーストって言ってます。財政問題あります。トランプが国防費 10% 増なんて言ってますけど、できるわけない。 10% 増のために国務省の予算を 25% カットしよう、そんなことできるわけないよね。で、警察官、世界の警察官辞任発言もしているというところ、まあこれがあったがゆえにクリミア半島併合され、南シナ海はもう猛然と埋め立てたわけでね。トランプ政権は、まあ、オバマはリバランスということで、中東からやはり次は中国だよねということで、はい、アジア太平洋に持ってきました。持ってくるという計画を立てました。じゃあどうもオバマさんは中東優先かなというような感じがするんですが、リバランスのリバランスにならないようにしなきゃいけない。で、中国はやはりアメリカの足元見てますから、力の信奉者ですから、じりじりとトランプ、あ、これもうダメだなと思ったら、こわもてで出てくる可能性がある。それに対してやはりアメリカを
どのように巻き込んでアメリカをうまく利用するかということを考えなきゃいけないということだと思います、アングロサクソンはですね、勝てない相手とは手を結べがありますから、オバマはディールする可能性があるから、これをかあの気をつけなきゃいけないですね。そして、有名なパーマストンの進言、永遠の同盟も永遠の敵もない、あるのは国益だ。だから五条大将、やったやった、アメリカさん言ってくれたなんですよ。こんないつまで続くか分かんないんですね。で、事実論の台頭ということで、事実論についてはもうちょっと、で、トランプ政権の危うさということでですね、経済断歩でディールする可能性がある。ロシアンゲートで弱体化、今後よく見て、うまく、まあ、トランプ政権でまともなのはジョージ・マーチスとですね、マクマスターぐらいですから、軍人の2人、彼をうまく、取り込んで、うまくトランプを誘導していく必要があるんだろうなというふうに思います。で、ちょっとこれもう時間がないから、まあ、省略します。この時間もちょっとですね、で最後にですね、最後の締めくくりをやらなきゃいけませんので、最後にで、やはり日本人に最も欠けているのはリアリティの追求だと私は思いますね。やっぱあるものをその逃げずにしっかりと見つめて考えなきゃいけない。で、ある勇ましい右派の人は日本は自主防衛だっていう人がいたり、あるいは日米同盟戦争になるから破棄だよという人もいる。両極端なんですね。少なくとも日本の弱さを自覚しなきゃいけないし、日本を守るのは基本的には日本人ですよという当事者意識は私は必要だと思いますね。で、その時日本の弱さを自覚すれば一国ではもう守れる。一国でですね、国防ができるっていうのはアメリカとロシアと中国ぐらいじゃないですか。ほとんど今はできない。そうすると価値観を同じくする国とスクラムを組んでやらざるを得ないんですね。で、しかも日本は5つの傘、つまり核、攻撃力ありません。情報、アメリカ一辺と仕入れ、中東までの6000マイル、これを事実上守ってるのは第7艦隊ですよ、残念ながら。それをいいというのか悪いというのか皆さんにお任せします。あと軍事技術、これはもうほとんどアメリカの独断場ですね。で、そういうのをしっかりと認識しなきゃいけないし、あと表に出てこない謀略戦、先ほども言いましたように当事者意識を持ってですね、日本を守ろうという意識がないと本当にやられちゃう。で、日米同盟の活性化、緊密化というものが戦争を抑止する、平和を保つものだというふうに思います。中国が何としても避けたいと思っているのはアメリカとことを構えることなんですね。だから逆にアメリカを巻き込む知恵、そのためには集団的自衛権とか負担軽減とかコストを払わなきゃいけない。それは戦争する国でもアメリカの手先でもないんです。ワークの防衛そのものなんですね。でアメリカを利用する知恵、アメリカ反米でも親米でもないんですよ。だから日本のためにアメリカを利用するという活米の知恵が私は必要だろう。でそのため同盟というのは大切にしなきゃいけないし、同盟はガーデニングだといったアマコスと中日大使がいます。つまり、同盟というのはガーデニングというのは常に手入れしとかなきゃ庭というのはすぐむちゃくちゃになっちゃうんですね。だからちょっとずつちょっとずつガーデニングのように手入れしなきゃいけない。それと同時に尖閣諸島というのはアメリカが介入しないように中国は出てきますから、それは日本で守るしかないんですね。米軍を期待してはならない。もちろん米軍を期待できないように中国はやってきてますから、そのためには海保、警察の強化と航空自衛隊のいわゆる大量空侵発の権限規定を追加しなきゃいけない。
防衛力の再構築をして抑止を効かすということも必要でしょう。本丸は沖縄だということをよく考えておかないと。で、安保法制はこれでもう完璧だと政府は言ってますが、とんでもない話であって、まだまだやらなきゃいけない。で、今の現行法制では、現行の憲法ではもう限界かもしれません。しかしながら本当に戦争を起こさないで日本を守るためにはやるべき法改正というのは私は必要だというふうに思います。で、最後のスライドです。終わりの終わりにということで、これからの戦争、これからの時代というのはですね、憲法9条があって、日本が戦争を放棄してるから日本は安全だ、それは大きな間違いで、日本が戦争を放棄しても戦争が日本を放棄してくれないんですから、諸国民の公正と真偽に信頼して安全保障を保つ。諸国民、周辺の諸国民どこですかと。北朝鮮、ブラックジャークですよね。とんでもない、そういう時代じゃありません。そしてまたオストリッチファッションってアメリカ人は日本人バカにするわけですよ。オストリッチというのは、ね、ダチョウなんですね。ダチョウは自分に危難が迫るとどうするか、穴に首を突っ込む、見ないようにする。それを持ってオーストリッチファッションというんですね。そういうふうにしてきました、今まで戦後70年。それはもう脱却しなきゃいけないということですね。あと、軍からの安全から、軍による安全、これどういうことかと言いますと、軍は独走する、だから軍はがんじがらめにしとけというのは今の自衛隊なんですね。なるほど、その先の大戦では軍が独走しました。しかしながら私も膨大にもう民主、徹底した民主主義の教育を受けて、軍が独走するなんてありえない。むしろ昨日の稲田さんの発言の、防衛省自衛隊にも、よろしくお願いします、とんでもない、我々は自民党の軍隊ではありませんよと、国民の軍隊ですよ、人民解放軍はね、党の軍隊なんで、ね、だからそれにほとんどの OB が稲田さんに反発したように、もう根っから、民主主義が染みついてる。だから軍からの安全ってがんじがらめに縛るんじゃなくて、軍によって安全を保つという法制をして、それを政治が統制してくださいということですね。あと、防衛力の再構築、海保、警察を含んだ再構築ですね。それと、新安保法制はこれで完璧だと思ってた、大間違い。先ほど言ったようなですね、もうとんでもない、あれを英訳にしたら諸外国の軍人に相当しちゃいますよ。武器の使用権限、ミサイルを撃つあなた、君が全部責任を負うんですよ。そんな法律はないですよ。なんでかというと、今の憲法がそうなっているからですね。だから国民的議論の始まりの始まり、安倍家計が問題になってます。私は賛成ということで、1日発売、明後日発売の正論を読んでください。立ち読みで結構ですから、6ページに書いてます。あと、活米の知恵、反米でも親米でもないんですよ。やはり日本を守るためにアメリカをいかに利用するか、それは巻き込まれ論から巻き込め論で、安全保障をワシントンに、任せて、自分は金儲けに専念してたという時代はもう終わったんですね。やはりその我が国の領土、領海、領空を守るのは基本的には日本人だ。その意気込みがないとダメですね。一人一人が安全保障を我がこととして考える当事者意識というのが必要だと思います。サミュエル・ハンチントンが死ぬ前に言った言葉、これは私非常に気になるんですね。もう死んじゃいましたが、米政府はいずれ中国の拡張主義に対抗するのをギブアップするであろう。日本は中国の属国になるであろう。なことはねえよと思いながら、ひょっとしたらこれ正しいかなというふうに非常に心配になりますですね。だからやはりもう基本はパーマストン教の永遠の同盟も永遠の敵もない、永遠にあるのは国益である、アメリカファーストって言っちゃってますからね。だから日本ファーストでアメリカをうまく利用する、それをこれを追求するのが我々の責務であるということ、これを思い出さなきゃいけないというふうに思います。この美しい日本、そして、私の孫がいますが、かわいい、こういったものに対して美しい日本を残して、そして孫や子供、ここにですね、いい日本を残したいということが私の締めくくりの言葉でございます。ご清聴ありがとうございました。